リース選びは大体、ね、こんな感じで自分の悩みに合わせて、こうどれがいいのかなって決めていくっていう感じですよね。じゃあ実際にここからどうやってウィッグ、この部分ウィッグをその方のヘアスタイルに合わせていくかっていうところをちょっと説明、一番このワイド、この子今一番違和感のある、まあ髪おおってそうそうそうモンってしてる、こう違和感満載な状態、この子をちょっとこの部分ウィッグをカットを入れて、この子に合うようにしていってみましょうか。そうですね、どれだけ違うか、大体皆さんってこう、悩んでてつけるんだけど、見た目を変わりたくないっていう、そう言葉はね、言われるんですよね。そうそうそう、増やしたいのに増えたくないみたいなね、微妙な女心ね。そうね、うん、でそうなるとこの台をつけた時に、あまりにも今までの自分と違うすぎるから、多分このヘアピースは合わないってみんな思っちゃうと思う。だけどベース、まずベース、自分がカバーしたいところを決めて、毛量とかはカットとか、カラーとか、そういうので合わせていくってことが絶対重要なんですよね。そうそう、それで自分のものになってくるから、はい、それをやってみましょう。まずマネキンの子と分け目が違うので、分け目をマネキンの子に合わせて分け目を作っていきます。分け目ってそもそもこう自分で変えれるんですよね。人工皮膚があるので、どこで割っても、あの分け目はつけられるから、自分でどっち方向の分け目でも好きな方にできます、でこの分け目に合うようにカットしてって、自然になるようにね、あのマネキンちゃんに合うようにカットをしていきます、はい、切ってきました、この子をさっきつけてた子を合わせます。よし、こんな感じで、美人さんになりました。はい、だいぶね、ポイントはね、ここ、さっき乗っけた感満載だったところが、こう馴染むように切ってあるのと、あと全体のここのモーンとした量を取って、この地毛の感じの幅感と合うようにしてきました、はい、なので毛の上につけてるという感じがないように、出ないようにしてあります、まあ、あと前髪作りたい人はここでこう前髪を短くしてね、作ってあげたりとかしてもいいし、ここ流したい、とかこう書き上げた時にね、ラインが出るようにしたいとか言うんであれば、そういうカットもできるし、あとカラーとかも今はこう合ってるけど、これがあのもうちょっとこうメッシュ入れたりとか、もっと明るくしたいとか、そういうことも人毛だから、人毛100だから、あのパーマもかけられるし、カラーも好きなようにできる、でだからヘアピースを使うのをカバーするだけじゃなくて、自分の好きなヘアスタイル、こんなヘアスタイルにしたいなとか、こう自分の憧れるヘアスタイルに近づけられるためのアイテムとしてカバーしつつ、自分の好きなスタイルで毎日過ごせてもらえるようにできる、あの一つの方法なんですよね。そう、だからもうヘアバンドつけるとか、あの邪魔だから結ぶとかっていうのと同じで、ここにあってほしいからそこにつけてるだけだから、そのつけた上でトータル自分がどう綺麗にしたいかを考えてやってくれれば、あの全然毎日楽しく明るくなるし、おしゃれに、そうそう、出かけたくなる、なるね、だ今まであのお客様でもこう外に出たくないわ、もうなんか美容院も行きたくないしみたいな方も結構いたんだけど、ヘアピースつけてからなんかこうおしゃれしたくなったなとか、あの買い物とかがすごく楽しいんですっていう方とか本当にいるんですよね、やっぱりその分気分が上がるアイテムの一つだから、ぜひぜひもうどんどん活用して欲しいと思います。いろいろね、チャレンジしてほしいと思いますよね、はい、で実は何を隠そう、私もウィッグでこれもウィッグで、これもウィッグでなんですよ。そうで、私も自分の髪の毛に合わせてカスタマイズしてます。
うん、実は、ね、私はそうなんです。白髪がすごく悩ん長年の悩みで、うん、でもう本当1ヶ月も経たないうちにカラーリングをするっていう、うん、忙しいのね。そうなんですよ。だからそうすると頭皮も心配だし、うん、やっぱ髪の毛もどんどん傷んでいっちゃって、うん、すごいそれが悩みだったんですけど、うん、このヘアピースをつけてからはもう本当1ヶ月以上はそのまま放置してることも結構あります、うん、楽ちん楽ちんなんです。見せてあげてください、はい、今も白髪が結構恥ずかしいんですけどはい、じゃあ行きますけどね。私の場合はこんな感じでショーです。私はで白髪が結構ここにね、はい、伸びかけてるのがね、うん、ありますよね。あるけどでこれをつけとくと、でこうやると手をかけた風です、はい、うん、はい、こんな感じでこう自分の地毛に合わせてカットしたりとか、うん、私はビッシュをちょっとこう入れてカラーして、ね、うん、ちょっとおしゃれに見せたいっていう感じです私も私も見せる、うん、次回もお楽しみにお楽しみにしましょう。はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。